突如戦場にユグドラシルのパワードスーツが一体現れた。あれはプレイヤー本人か関係者か、どちらにしろ何らかの手を打たねばならない。そして魔導国の計画が明らかになった以上、王国も精一杯の抵抗をしてくるだろう。一人残らず殺すのは手間だが、そろそろ幕を下ろす時が来たようだ。第10話、最後の王。そうか、王とはこういうものなのか。まったく、国王である父上を軟禁して最高権力を手にしたなどと、数年前の俺に言っても狂人のザレ言と思うだろうな。当時は筋肉バカの兄がいたし、妹は変わらんね。むしろ変わったのは、お兄様。突然出てくるな妹よ。あまりにもひどいお顔なので。悪いがこの顔は元からだ。次回、最後の王。妹よ、魔導はどんな人物なのだろうな。